昨年19シーズンにわたり F1 ドライバーを務めてきたキミライコネンが引退しました。それにより現在の最年長ドライバーは今年7月で41歳を迎えるフェルナンド・アロンソということになります。アロンソの速さは健在でまだまだやれると思いますが、現役生活はそう長くはないと思われます。どれだけ早くてもドライバーはいつかは引退します。そして引退後にチームの運営に携わったとしても、チームオーナーでない限りいつかは F1 から離れることでしょう。今回はそんな一人のレジェンドをご紹介します。彼には光り輝く栄光と、その栄光とはかけ離れた暗い影があったのです。その人物はズバリ4度のワールドチャンピオンのアラン・プロストです。アラン・プロストは歴代4位となる通算51勝を挙げていますが、当時の年間レース数は16戦前後だったため、近年年間20戦以上が開催されている中でハミルトンとベッテルにしか抜かれていないというのが彼の凄さを物語っています。出走回数を見ても199レースのプロストは歴代21位で、プロストの永遠のライバルであるアイルトン・セナは161レースで全体34位なんですよ。彼らは素晴らしい成績を上げ、間違いなく記録も残していますが、それと同時に記憶にも残る伝説のドライバーと言えるでしょう。そのプロストは F1 参戦4年目となる1983年に母国チームのルノーで初のタイトルをかけ戦っていました。ポイントリーダーで迎えた最終戦をリタイアで終えたプロストはブラバムのネルソン・ピキに逆転されタイトルを逃してしまいました。当時ルノーはシーズン中のマシン開発に手こずっており、なかなか戦闘力を上げることができなかったにもかかわらず、その責任を母国ドライバーであるプロストに転嫁し、フランス国民はこぞってプロストを非難しまくり、最終的にプロストは一家で国外に移住する羽目になっていたのです。フランスのチームがフランス人ドライバーを非難する、これがフランスのお国柄というのでしょうか。もしそれがお国柄というのであれば、それは国民性を表していると言えるので、世界各国から人材が集まる F1 の場での成功は難しいのかもしれませんね。チームを離れたプロストは翌年のマクラーレンでもランキング2位を獲得しているので、強靭なメンタル、そして適応能力の高さを証明してみせたのです。その後マクラーレンで2度のタイトルを獲得したプロストでしたが、1988年にチームメイトとして若きアイルトン・セナを迎えたこと、そしてエンジンが日本のホンダになったことから少し歯車が狂っていくようになるのです。当初プロストはエンジンを決める際に日本のホンダを訪問するなど、この時点ではホンダに好意的だったと思われます。しかしセナが自らを脅かすようになると、ホンダがセナに贔屓をしていると思い込み、そこからホンダ、そして日本嫌いが始まったと思われます。プロストは1989年にマクラーレン・ホンダで自身3度目のタイトルを獲得していますが、この年限りでチャンピオンチームを離れフェラーリに移籍してしまいました。この時は温厚なホンダの関係者もプロストを毛嫌いしていたかのような振る舞いを見せていたらしいので、プロストのホンダ批判は一時期のアロンソ以上だったと思われています。フェラーリでのプロストは勝てないマシンに嫌気がさし、最後はチーム批判から解雇されてしまったのです。その後1年の浪人生活を経て、当時最強だったウィリアムズ入りを果たしたのです。当時のウィリアムズのエンジンはプロストを国外に追いやったルノーでしたが、そのマシンでプロストはタイトルを獲得していたので、両者の関係は時間の経過とともに修復していたと思われます。プロストは誰よりもマシンのセッティング能力があると言われており、レース戦略も素晴らしく、派手さはないものの常に上位を走っていました。メンタルも非常に強く、自らのミスで自滅することはほとんどなかったと言われています。ドライバーを引退したプロストは現役当時から F1 チームの運営に興味を示しており、ルノーのアンバサダーにも就任していたことから、ルノーからの支援も期待されていましたが、結局その話は実らず、
1994年に当時のリジェの買収に動き出し、1997年の開幕直前にプロストグランプリを立ち上げることに成功したのです。しかしエンジンはリジェが使用していたプジョー、そして自らがアンバサダーを務めるルノーではなく、プロストが嫌いな日本の無限ホンダだったのです。当時のドライバーはリジェから引き続きオリビエ・パニスが務め、チームメイトに無限の支援を受けていた中野慎二さんが選ばれました。しかしこれはチーム代表のプロストの意向ではないことは周知の事実で、しかも自らが毛嫌いしている日本のドライバーだったのです。プロストの中野慎二さんに対する嫌がらせは一線を越えており、ミーティングは英語ではなくフランス語で行われ、テストはもちろん好みのセッティングで走ることさえ許されないという、チーム代表としては最悪とも言える運営をしていたのです。しかも当時の無限ホンダの内部をプジョーの関係者に見せていたことも判明し、無限側が激怒していたことも有名な話です。これほどまで自分の思い通りに好き勝手振る舞うチーム代表は、後にも先にもプロストただ一人だったのかもしれません。案の定無限ホンダとの関係は1年で崩壊し、1998年からは母国メーカーのプジョーと契約したのです。プロストグランプリはその後の3年間プジョーエンジンで戦いましたが、皮肉にもコンストラクターズの最高位は無限ホンダと中野慎二さんで挑んだ1997年だったのです。最終的に2001年11月27日に約37億円の負債を抱えたプロストは自己破産を申請。翌年の2002年1月28日にチームは完全に消滅してしまったのです。この時プロストを白い目で見ていた関係者も少なくなかったと言われているので、彼の人間性を物語っていると言えるでしょう。その後フォーミュラ E の共同オーナーなどを経て、2017年から現在のアルピーヌの前身であるルノーのスペシャルアドバイザーに就任し、2019年からは非常勤取締役として常にサーキットでレースを見守っていたのです。そのアラン・プロストは昨年のシーズン終盤にアルピーヌから契約更新の打診を受けたそうですが、個人的な理由からそれを拒否しており、 F1 から離れることを決意していたことが判明しています。しかしアルピーヌはプロストと同時に離脱発表をすると約束していたそうですが、その約束を破り一方的にメディアに情報を漏らし、プロストはブチギレしてしまったのです。フランスのアルピーヌはフランス人のプロストからもキレられるほど失礼なことをしたと言えるのです。フランス人における F1 といえば、過去の FIA の会長の F1 にイエローはいらないといった人種差別発言や、口先行タイプの元ルノーのチーム代表、そしてマクラーレン・ホンダの元チーム代表など、あまりいいイメージがないと言えます。もしかしたらダニエル・リカルドが1年でルノーを離脱したのもそれが理由となった可能性があります。そうなるとフランスのチームであるアルピーヌはオールフランスでしか戦えないのかもしれません。アラン・プロストに関しては残念ながらチームの運営面での実力はなかったと言えます。しかしながらドライバーとしての実績は誰よりも素晴らしかったので、今後は独自の目線で F1 を長く見守ってほしいですね。アラン・プロストさん、長い間お疲れ様でした。そして数々の伝説をありがとうございました。それでは次回のクレアの衝撃をお楽しみに。おやすみと。